はい、どうも。ヘンです。はい、ヘンです。前回から実は1時間、いや2時間ぐらい経ってですね。昼休憩とアニメ鑑賞ですね。昼はね、ちょっと100円ローソンで。100円ローソンで値引きされたものを買い込んでね。2800円。2800、そのうち2000円が俺だったってことだよね。そういうことだね。ほぼ2人に払わせてしょ。一家だよね。家族分の余って、ね。家族分の。ラジオだよってね。まあその後アニメも見たわけですけど、曲振り、曲振りはね、やっぱね、お振り、あの頭空っぽにして見てるから楽しいんだわ。そうだね、なんかさ、一気の流れでそのまま来てる感があるから見やすいね。あれ、いや普通に面白かった。運営が頭抱えてるってことだけど、運営が頭抱えてて一般プレイヤーがドン引きするぐらいいつも通りのことだったっていう。いや面白かった、あれはね。今後とも見ていかないと。あれよく俺前見つけたよね。ね、何それと思ってみたら面白いよこれ。バカだろこれって、バカだわ、最高って。激もおもろだったよ。いや、そこまで頭空っぽにして見れるのね、そうそうないからね。いや実はね、もう、現在もう2月の4日なんですよ、録画してるのは。あ、撮ってるのがね、はいはい。正直ね、実況がね、日曜日かな、日曜日投稿だけね、来年行っちゃったのよ。早くない？来年まで投稿が終わっちゃってんの今。何が開けたの？日曜日って。ここは何が上がるんだろう、俺も忘れてんな。ちょっと待って、一回調べよう。調べな。ね、だって約もう1年分の投稿済んでるのよ。楽しくてさ、編集が。気づいたらすごい速さで終わらしちゃったんです。終わらしちゃってさ、そしたら俺またあれやりたいわ。もう夜回りもう一回やろうぜ。そうね、プレステとかでやりてんの。デッドスペースやるの。デッドスペースさ、プレステ5だと北米版しかないんだよね。北米版、え、日本語版ないの。日本語版はある。あるんだ。ただ売ってんのが北米で1万円以上するの。高え。本当に日本で発売禁止、停止してるし、あれ。あ、そうなの。ああ、なに、グロすぎるってこと。そう。ね、いや、深夜アニメでバカほどグロシーン流せる国が何言ってんの。サイコブレイク。いや、ていうかね、問題があるとすると、ネクロモーフの存在だよね。まあ、あれはね、ちょっとね、危ないよね。ネクロモーフ自体はいいんだよ、別に。俺はデッドスペースほとんど分かんないけどさ。あれだよね、多分、ちっちゃいあいつのことだよね。赤ちゃんみたいなやつ。まあ、あれはアウトだね。あれが多分ダメだったんだ。ネクロモフに赤ちゃんを素体にしたやつがいいんで。あ、なんか俺なんか昔やった時見た記憶がなんか本当にある。多分それが規制に引っかかったんじゃないかな。だってさ、デッドスペース上げてた頃ってさ、ニコ動時代でしょ。そうよ。メンバーバカほどいるところだよね、確か。メンバーがどんどん増えていくのあれだった。だからもう一回、もう一回やりたいなって理由でデッドスペースやりたいんだけど、パソコンでやりたくないじゃん、やるなら。プレスでやりたいじゃん。したらさ、高いじゃん。高いじゃん。思ってた以上に値段するじゃん。11,233円。高いんだよな。何笑とんねん。That's price。まずね、19日にはね、サイコブレイクが終わる。お、完結。完結。長かったね。長いよ、ほんと。で、次に PSO が1本投稿された後に、次はクライオブフィアを家族でやって、で、PSO が投稿されてからのクライオブフィア、クライオブフィアで。なんかもうさ、投稿する曜日増やしてもいいんじゃない。そこまでなんか言っちゃってるんだったらさ、ね、今ね、月火水木をショート動画上げてて、金曜日ラジオで、土曜日実況、日曜日実況で全部埋めてんの、ちゃんと。ああ。ショートを4日 DMZ 全般バンバン入れて、地球防衛軍がある日は違う曜日の時にぶち込んでる。地球防衛軍の動画なんか撮れたら、面白いの撮れたら持ってこないしな。だからショート動画はね、作るためには結構あった方がいい。基本的に地球防衛軍さ、動機ずれもそうだけどさ、なんだろう、感性の法則ぶっ壊れてるからさ。面白いじゃない。なんか
倒した敵がなんか大変なことになるんだよね、うん、そのね。日曜日ね、うん、もうね、基本的にね、俺とハコさんで2人でか、俺1人でやってるやつがすごい多いんだよ。うん、怨念、スコーン、ゾンビで、エスケープシミュレーションをやって、うん、これが来年の4月まで終わってる。やばすぎ。だからその2人が参加するの実況がねあんまないんだ今。だから逆になんかいろいろ撮っとかないとなっていう気持ちは。だからもうさ、なんか撮れる時に撮って、あなたが編集したい時に編集して適当に投稿しちゃえば。したらなんか好きなもんやるか、実況なんか好きなものをやる。なんか3人でできる。うん、3人でできる。それこそ昔のゲームやってもいいし。でもそれこそさ、プレスでさ、シンフォニア出るじゃん。うん、あのこの人も参加するね。いいんじゃない。やる。え、何を。シンフォニア。え、シンフォニア。え、また一から。あとまあメンバーシップもね、いろいろ投稿しててさ、うん、この前さ、みんなでじいさんが実況してた時あったじゃん。じい、うん、さんが実況しながらさ、うん、ゲームしてほら、なんか写真撮って何枚か撮ったら戻っちゃったりとかさ。あったね。あったじゃん。あれさすがに自由すぎたからメンバーシップになった。うん、だろうと思う。あれマジ余計な話しすぎ、全員がこれはダメだわと思って。全員が止まらない。だからもうメンバーシップにしようと思って、ね、あれうちらもね、喋り出すと止めるやつが誰もいないの問題だと思うわ。そうなんだよね。止まんねえ喋るのって。まあ、ということでございましてですね、うん、まあそんな感じですね。でも久々にここに来てさ、ずっと喋ってるもんだからさ、若干もうノート借りてきてんだよね。借りるよね。マジでさ、加湿器炊こうぜ。加湿器何それ、美味しいの。乾燥機ならいい。死んじゃう。乾燥したい放題だからね。やっとね、この辺にいてもう乾燥がすげえ、うん、俺でもその前にね、俺これやってんだ。あ、バイオベイオハザード4。やるそう。リバッフル見たけどさ、ちょっとのプレイ動画、うん、プレイ動画っていうか、うん、全然違うね。いやもう絶対面白いよこれ。やばいと思ったあれ。これを実況でやってほしいよ。俺はやりたいから、ちょっとみんな誰か横にいてもらおうかな。いや新鮮な反応を得られるっていう意味でじいさんがいてほしいけど、多分あの人仕事で来れないんで。だからあれかな、その俺が基本的にプレイするって実況するから2人とか3人とかなんかデッド前のデッドスペースみたいな感じで好きなように、そう、来た時に、来た時にみたいな。サイコブリック刑事か。じゃあってことは君あれですね、プロフェッショナルですね。プロフェッショナル最初からできるわけないじゃろがいい。一度プレイしなきゃいけなくなるじゃない。一回クリアすればあれプロフェッショナルいけるんやっけ。でも最初からベリ派はベリ派みたいなのあると思うよ。まあ派のあるだろう。うん、まあそれでやってもいいけど。意外とバイオ方が楽しいんだよ。そう考えると最初からかもやったりこっちの身にもなって聞こえんの。俺らに言うなよ。元の原因が悪いんだろ。誰のせいだと思ってんだよ。終わりや終わりだ。あのうんこまん。あとの祭りだよ。なあ。俺あれマジほんとさ、最初ワンのさ最初やってた時マジ辛かったもん。でしょうよ。あれワンの時だっけ、死亡回数でレベルアップしたの。そうだよ。ワンの時からですね。レベルアップしまくったやつね。ワンの時からですね。もうさ、そこのさ練習はもう最高だった。レベルアップすんのかよ。死ねばやっぱ、でも死ねば死ぬほどね。やっぱほら、プレイヤーのスキルの方が上がっていくから、やっぱ。多分その前に心折れるんだよね。この人折れかけた折れかけたって言われるには一切折れなかったから。多分ね、あれなんだよ、折れないようにね、逆側から傷をつけ続けてたんだと思うんだよね。右から傷れたから横にいたり、折れかけた。俺が折れてやめ、俺が嫌になってやんなくなったから。そりゃそうだよ、だってやることねえんだもん。喋れねえよ。編集だって異常に大変だし。終わらない終わらない。頑張って、いや頑張短くしようとしてたんだよ。でも短くしようもできないんだよ。難しすぎるんじゃ。どうしても。だってマジスペランカーよりきついと思うよ。スペランカーが優しく見えるかもしれない。マジ2が楽に見える。本当な、いや楽だった。2はむっちゃぬるゲーになってたね。2マジ1がやばすぎた。ともかく
ぬるゲーになってたな、確かに。ワンぬるゲーだったね。ワンに比べたらマジぬるゲー。だってワンが結局何回死んだんだっけあれ。多分リセットあるか、リセットあって、あの最終的に400回とかになってたけど、絶対もっといってるよね。700回6はいってると思うし。だって下手したら4桁いくんでしょ。そうよ。4桁は多分いってない。さすがに。それは言える。ただ700はいってる。アトロクだよね、700いってるかもしれないって聞いた瞬間俺バカだろって思っちゃったもん。そんなか。これいくはどこだ、あった52本もあるの。そりゃね、君だってワンとツーそれまとめてるでしょ。多分まとめてる。死ぬほどやったじゃん。頑張りすぎでしょ。早くまで行ったと思うよ。ホラーゲームのあるあるだけど、やっぱりラスボスは弱いっていう。思った。だってイベントゲーだもんな。そういうもんですよね。そうだよ。ここだ。おごま。あ、出た。殴り一撃。確か。さ、何回？累計45回って出る。うわー、死んだ。465回。なんかエラーなんだ。でも465回。実質でもさ、気持ち的にはもっと死んでるよね。うん。多分だって一回リセットかけたんでしょ。リセ、あの6章のなんかラッシュの時に一回レベル上げしようって言って、そう戻ったりとかしてるから。ああ、そこはやるか。多分それでちょっと、あのほらまだ投稿されてないけどこれね、何回だったの、ね、これ累計が出なかったんだよね最後確か。ああこの時は2の時、そうで自分でかけてたから累計を。前回はこれ3時間以内とか、もう3時間1日だね。5時間早めってるんで、ワンより十分でしょ。142回だよ。少な4分の1、いや、すごいよ。マジ便利なニックすぎるんだよ。最近の実況全部ニックが提供してるから。提供ニック、ね、そろそろお金くれないかな、あの人。提供者なんだから金を起こせや。出資者。金よこせや。ニックだもん。そういえば結局この人のところは一回も死んでないみたいな。そう、俺そう、実はここ一回も死んでないっていう。え、ていうか確かあれで ここのワス一回も死んでないよ。ストレート？ストレートで生きる。抜かれてるでしょ。しい、ね、ということです。どういうこと？わかんない。サイコブレイクがどんだけぬるかったかっていうのが分かるよね。サイコブレイク2がね。2がね。サイコブレイク1は、鬼。平気で人に勧めちゃいけない難易度。俺の受けた苦しみを受けよ。お前もやるんだよって。実況とは関係ないんだけどさ、やっぱなんか、リフテンにはゴッドイーターのストーリーを体験してほしいんだよな。ああ、分かる。無印のさ、時のさ、いや無印、ちょっと待って、今調べよう。やってほしい。アマゾンのお値段あるんだよ、プレステ本番でも。あの初代のリメイク版がちゃんと、ゴッドイーター、ファーザーじゃあね、違う、ゴッドイーターターになった。誰ゴッドイーター 3がね、結果的にあの続編の続編とか、あ、そうそうそう、リダレクションかな。これがそうなんだ。そうそうそう。いいですね。いいでしょ。初代からね、いてくれてるのよ。プレステ4でしかないんだっけ？レゾナンス。そうだね、4でしかない。できないのこれ。どうやってやるの？どうやってできるの？あ、でもディスクだったら4分で使えるでしょ。リザレクションって5の互換性はあるはずだから、うん、6787。はい、序盤丸ごと体験版。ストーリーがめちゃくちゃ面白いんだよ、もともと原点にして新作。いや、でも割とね、ゴッドイーターはね、その無印系がね、無印あたりが本当にでも作品としての完成度がね、最初から高かったからさ。そうって言うと、あのなんかその有識者たちはなんか
いやこれとこれこれのバランス調整がっていう人も結構出てくるんだろうけど、いやそれでもあのストーリーは良かったよ。はあ、大丈夫、ちゃんと体験とかあるから。じゃあそれだ、体験もあるしハンマーもあるよ。クロスペイパック&アニメ、アニメもある。クロスプレイパック&アニメボリューム1限定生産っていうのがあるんだ。なんじゃそれ。アニメな、アニメはマジであのパチスロゴッドイーターに収録されたオリジナルアニメを再編集して収録。なんでパチンコなんで。パチスロ、パチンコやったことねえな。やんなくていいんだよ、あの遊びでやってみたい。遊びでならね。うん、あ、ビーターにも出てたんだ。何を言っているんだ。一番最初は PSP だぞ。こいつ自体がプレステ4とビータで同時に出てた。そうそうそう、販売系ビータで、ビータで外でやって家帰ってプレ4でデータリンクしていつでもできるぜ。どっちかにしろ。どっちも、うーん、いいでしょう、けしからんでしょう。くちゃー、ただ高え。なんでこんなに高いん。普通に人気作だから。でもこんな高いか、だってこれもう5年ぐらい前だよ。まあだってその当時からそんな値段変えてないでしょ、アマゾンだから。アマゾンさんノット値引きだもんな。中古でも3000円する。多分ブックオフとかだったらもうちょい安いんじゃない。見つけてやってみようかな。モッドイーター自体は興味はあるんだよ、やっぱ当時 PSP を持ってなかった身からすると気になってる作品ではあったから。ストーリー面白いしね、武器アクションもねそんなに大変っていうこともなかったから。ゲオーラ意外と最初から楽しみやすいから。喧嘩売るならブックアフシャラー。あれあれ、なんか、なんか電波超悪いねんだね。どうしたの、大丈夫か。また会う、なんかなってるか。あ、じゃあ英雄、英雄光。あ、ブックオフで、ブックオフ調べるとかあったね。ブックオフ、ブックオフで、ブックオフ出ないかな。これみんなで遊べるの？最大4人まで。こう、いいね。うん、あ、3とかはね、3は確かね、オンラインでやってたとしてもストーリーは同時に進んでくれるから、同時に始めたり、同時に始めさえしちゃえば問題なくみんなでストーリーも楽しめる。おー、3ね、3あれなんだよな、最初のストーリーは全部終わったけど、あの追加ストーリーがまだ全部終わってないんだよ。スリーもいいぞ。新しい武器結構楽しかった。新しい武器過去4年前。ゴッドイーター自体って新作は出てないの？スリーで今一旦止まってるよ。出さないのかね。いやさ、今はさ、このなんだ、アニメ調のゲームっていうのをやってこなかったからさ、基本的に俺は。結構やっぱそこ好き嫌い分かれちゃうとこだから。そう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 。仕方ないとは思うんだけどね。なんかよく、あの、レイバーとレイバーレイバーレイバーな。レイバーっていうの、レイバーっていうの、よくハンマー使ってる友人がさ、うん、あの、ハンマー外してよく死んでた。ハンマーしか使えない子だったのか。違う、それじゃない。あー、トラップは使った。外したら死にやすいな。あ、あの人外した。マジでハンマーに関してはあれ上級者武器じゃねえから、ただの変態武器だ。あれやばい。あれ使われると大体あの地雷か変態しかいないのよ。武器によってガチで地雷か変態しかいないって分かれると怖すぎるわ。基本的にやっぱなあっちやったからな、ずっとバイオみたいな感じのやつしか、リアリティというかさ、そのアニメ調じゃない、そ
アニメ調じゃない方ばっかやってたからさ、そうそうなっちゃうんだよね。ホラーゲームとしてやるんだったらそっちの方がね、どうしても面白いからね。アニメ調のホラーゲームの方が少ないっちゃ少ないけど、アニメ調のホラー、そうなるとやっぱ何かな、なんだっけな、もうそうすると戦闘系じゃなくなる、逃げる系、逃げる系、あ、なんだっけ、忘れちゃった、どんなの、グロくて、うん、学生でおまじないしたら小学生、小学校に飛ばされて、小学校 で一人一人むちゃくちゃな死に方されて、コープスパーティー、そう正解、あれあれ見たことないんだよな、コープスパーティーのアニメ見た方がいいよ、異常にむごいからで実写版はふんで実写版であれで隠れすぎたさんいるからね、どっかに杉田隠れられてるんだ、そう隠れ杉田さんでね、あの横になってるかな人、へえ、で俺 PSP 版はクリアした、全クリした、ゲームは面白い、その時期のさ、なんかいわゆるそのグラアニメ、うん、見てないんだよね、あのな見てない、オーバーなんかね、転んだ時に傘が開いて傘の先端が目に刺さるみたいなシーンだけはなんかのツイッターで流れてきて、うん、いいね、あのなアナザー俺実写版から見たな、普通に実写版もちゃんとしてたよ、ちゃんと死んでる、ちゃんと死んでるまんまだった、でもまあアニメの方、いいねって言い方じゃ失礼かもしれない、まあアニメの方がでもね、まあ、いや普通に危ないからね撮影だとね、アニメだったら割とあのアニメーターがあの苦労するだけで、そうよ、どんなぐらいシーンでもかきさえすればって思っちゃうからさ、ということで20分経ちました、こんな会話で、まあ一旦止めましょうか、ほんとこんな会話でよく持つよね、いいんです、なんでかって何も考えていないからだよ、そう今、ね、すごいね、ずっと20分間ぐらいトイレ行きたかったんだ言うと思うじゃん、うん、でもね、トイレ行きたかったのよ、始まった瞬間、始まる前から、じゃあ半分便器分けであげるかシェアハピ、やだトイレでシェアハピだねーな、止めてよ、ということでね、また来週でーす、あー、久さんでーす、サンタマリア、どっち大きい方、俺もシェアハピ、相性マーク、シェアハピ、アイハクでしょ、アイハクでしょ、シェアハピ、あ、いや、止めてなかった。